皆さんこんにちは、LS です。今回はメールキットを使用してメールの送受信を行ってみたいと思います。それではビジュアルスタジオで新しいプロジェクトを作成します。Windows フォームアプリを選択して、プロジェクト名はメールテストとしておきます。フレームワークは .NET 6.0 を使用します。フォームデザイナーが表示されたら、まずはボタンを2つ追加します。メール送信用のボタンセンドと、メール受信用のボタンレスとします。ボタンセンドをダブルクリックして、ボタンセンドクリックの処理を書きます。.NET フレームワーク 2.0 以来、メール送信には、システム、ネット、メール、名前空間のメールメッセージや SMTP クライアントクラスを使用してきましたが、.NET フレームワーク 4.5 以降、使用は非推奨となっています。.NET 6.0 でも廃止にはなっていないようですが、設計が貧弱と言われているものをこれからも使っていくのは不安ですね。なので代わりに推奨されているメールキットを使ってメール送信を行ってみたいと思います。プロジェクト名を右クリックしてニューゲットパッケージの管理を選択します。メールキットを検索してメールキットを選択します。.NET 6.0 にも対応してますね。インストールをクリックします。変更を確認して OK をクリックします。インストールできました。プロジェクトの依存関係、パッケージを確認すると、メールキットとその下にマイムキットが確認できます。メールキットを使用する準備ができたので、送信処理を書きます。まずは送信メッセージを作成します。メッセージの作成には、マイムキットを使用します。マイムとは、マルチパーパス、インターネット、メール、エクステンションズの略で、もともと英数字や一部の記号、空白しか使用できなかったメール規格に、日本語などの各種言語や添付ファイルなどを扱えるようにした拡張仕様です。メッセージの変数を準備して、まずは送信元を追加します。アドレスの追加は、宛名、メールアドレスの順に指定します。ここでは宛名は空白。アドレスは後で変更できるように変数にしておきます。変数を宣言して適当にアドレスを入れておきます。動画でアドレスを公開するわけにはいかないので、送信前に実際のアドレスに変更します。宛先アドレスの変数と、添付ファイルパスの変数も準備しておきます。メッセージに宛先を追加します。コピーカーボンやブラインドコピーカーボンにアドレスを追加することもできますね。件名を設定します。テスト送信としておきます。メール本文を作成します。まずはメールの文章の部分、テキストパートを作成します。書式を指定します。テキスト形式とか HTML 形式といった書式ですね。ここでは、プレイン、テキスト形式を指定します。テキストプロパティでメール文を設定します。添付ファイルがない場合、メール本文はこのテキストパートのみとなるので、ボディプロパティにテキストパートの変数を設定するだけで完了です。今回は添付ファイルを付けるので、添付ファイルの設定を行います。添付ファイルの形式を示す要素タイプを指定します。JPEG 画像ならイメージ JPEG、HTML 文章ならテキスト HTML といった形で指定します。今回は PDF ファイルを添付するので、アプリケーション PDF と指定すれば良いですが、添付ファイルを変えるたびに処理を変更するのは面倒なので、getMimeType メソッドに添付ファイルを引数として渡すことで、ファイル種類に応じた要素タイプを取得することができます。添付ファイル用のマイムパートを作成します。引数には上で取得した要素タイプを指定します。添付ファイルの内容はファイルを読み込んで設定します。添付ファイルの配置情報を設定します。配置の種類としてはインラインとアタッチメントがあります。メール本文に含めてしまうか、添付してダウンロードさせるかの違いと解釈していますが、ここではコンストラクタで初期化することで初期値であるアタッチメントを選択しています。ベース64でコード変換します。
ファイル名は添付ファイルパスから取得します。テキストパートと添付ファイルのマイムパートを含むマルチパートを作成します。上で作成したテキストパートと添付ファイルのマイムパートを追加して、メッセージのボディプロパティに設定します。送信メッセージの準備ができたので、SMTP サーバーに接続してメールを送信します。ユージングステートメントを使って、SMTP クライアントを準備します。送信処理が自動で記述できましたね。送信前にサーバーに接続します。SMTP サーバーアドレスとポート番号は変数で指定します。今回はユーザー認証が必要なので、ユーザーとパスワードを指定して認証を行います。変数を準備しておきます。送信が終わったら、サーバーとの接続を切断します。トライステートメントを追加してエラー処理をします。エラーが発生したらメッセージボックスでエラー内容を表示します。これで試してみます。ビルドエラーが発生しました。SMTP サーバーのアドレスとポート番号の変数を準備していませんでした。ここはスペルミスですね。入演算子も必要ないですね。コードスニペットが表示されない時点で気づかないとダメですね。ここはディスクリプションではなくディスポジションですね。アドレスの変更処理、チェンジアドレスを追加しました。ここで実際のアドレスに変更しています。送信前にチェンジアドレスを実行してアドレスを変更しておきます。それでは実行してみます。送信をクリックしてメールを送信します。今回は Gmail 宛にメールを送信してみました。Gmail を確認してみます。件名テスト送信のメールが届いています。添付の PDF ファイルも確認できました。メールキットでは送信だけではなくメール受信もできるということなので、このメールを返信して確認してみたいと思います。届きました。という内容で返信します。それでは受信処理を書いて返信メールを確認したいと思います。メール受信は POP3 サーバーに接続して行います。まずはサーバー接続処理ですが、送信処理をコピーして書く方が早そうですね。処理をコピーしたらサーバーの変数を POP に変更してアドレスとポート番号の変数も変更しておきます。変数の宣言も忘れずに追加しておきます。ユーザー認証して受信が終わったら切断します。受信は POP サーバーのメールボックスにあるメールの数だけ処理を回します。GetMessage メソッドでメッセージを取得してファイルに書き出していきます。アドレス変更処理を受信前にも追加しておきます。ブレイクポイントを設定して試してみます。受信をクリックします。POP サーバーには現在10件のメールがあるようです。それぞれ繰り返してファイル保存します。10件のメールがファイル保存できました。詳細はお見せできませんが、先ほどの返信メールもファイルに保存され、確認することができました。今回の動画はここまでです。メールキットを使用してメールの送受信を行ってみました。次回は ZIP 圧縮を試してみたいと思います。よろしければチャンネル登録をお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。